問題 A、ABC の後に数字が3文字続く文字列が入力される。数字の部分が1以上349以下かつ316以外ならイエス。そうでなければノーと出力しろ。とりあえず文字列として受け取って、後ろ3文字をイントに変換して、あとは言われた通りやるよ。C++ とかの場合、ほんの少しジョーク気味だが、最初3文字をダミー変数に読み捨てる手もある。コピペは説明欄からどうぞ。問題 B、N 本の歯が生えた人がいる。9回の治療を行う。各治療では、対象の歯がその時点で存在すれば抜き、存在しなければ生やす。歯。最終的に残る歯の本数を出力しろ。歯がある状態を1、ない状態を0とでもして、言われた通りにするよ。Python の短めのコードも置いておく。問題 C、1から N までの整数が1回ずつ現れる数列がある。これを照準にそうとしたい。2つの要素を好きに選んで入れ替える。という操作を N-1 回以下行うことでそうとしろ。N は最大20万。とりあえず、どうしたらそうとできるかだけ考えると、1を見つけて、それを左端に移す。2を見つけて、それを左から2番目に移す。3を見つけて、それを左から3番目に移す。でいいよね。これをそのままやると、1を見つけたりするのが手間で、間に合わない。ってわけで、住所録を作るよ。1を探す代わりに、1の住所をチェックしておしまい。ああ、この時住所録も書き換えるよ。最初に住所録を作るのには手間がかかるが、その後は2箇所ずつしか書き換えなくていいのがミソだぜ。問題で、N 人の人たちの友達関係が与えられる。人は、友達の友達と友達になれる。新しくできた友達の友達とも友達になれる。これを繰り返すと、新しい友達関係は最大で何ペア作れるか？ N や最初の友達関係の数は最大20万。友達の友達の友達のって人は全部友達にできるから、繋がってさえいれば友達になれるね。最終的に友達関係が何ペアあるかを塊ごとに計算して、全部足して、最初からある友達関係を引けば OK。結局向こうグラフの連結成分のサイズを数える問題で、最も素直な実装方針は深さ優先探索だろう。問題 E、整数 N があり、これを0にしたい。XN 払って N を R 整数 A で割ることが何度でもできる。小数部分は切り捨て。また、YN 払って6面サイコロを振り、出た目で N を割ることも何度でもできる。最適に立ち回った時の所要金額の期待値は、N は最大で10の18乗、A は2以上6以下。ああ、リアルの時間がなくなってきたから急げ。要するに、こういう世界で N から0へ行けってことだね。ほとんどダグだから動的計画項ができて、まあメモか再起でやるのが楽かな。自己ループがあるが、サイコロの1の目は出ないことにして、代わりにコストを 1.2 倍すれば解消する。計算量はまあ大丈夫かな。結局2と3と5で割るだけなので到達可能な状態は少ないぜ。問題 F、もう時間切れだが雑に触れておく。問題内容はコンテストサイトを見てほしい。とりあえず括弧の対応だけ計算しておく。そしたら右モードと左モードのある再帰関数をかける。以上。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。